あと広島県と島根県の境目、そして、九州地帯がほぼ固まっています。で、あとは韓国と北朝鮮を経由して中国の、石膏とまだ入っています。あれ、こういうやつね。六甲山ではこれが一番豊富にあるアジサイ、野生のアジサイですね。時々このアジサイの木の下に、私は阪神大震災で家が反対したんで、あんまりこう反対そうって言ったら、僕じゃあ、そのこと全開そうって。これによく似たら、コバイケイソウっていうのがあるんですけど、あれが白くてすごい綺麗なんですけど、これはちょっと地味なんですね。ユリ科の木。その水面を覆っている葉っぱ、コウホネ、黄色の花のコウホネと、ここはベニコウホネって赤い色のやつがちょいちょいあります。で、そっち側に生えているのが水蓮。であの水蓮は、別に野生のものでも何でもないんですけども、一株600メーターぐらいまで生えています。こうやってあんだけ雑草まみれになってても、2人で片付けていくと、多分1日ぐらいで遊ぶ。で、花の大きいやつは、先前に北海道のアポイ岳の修復で、立脇美佐夫という北大の先生が植物調査に入ったときに、ミッドオクシンがとっくに終わってます。下でちょろちょろ咲いてたやつです。これは多分ミッドオクシンが違う。
自分の植物があるから。